第1ラウンド、イーブンパーの上原彩子、共同、米女子ゴルフ、ファウンダーズカップ、第1日、15日、アリゾナ、州フェニックス、ワイルドファイア GC、パー72、畑岡奈紗と上原彩子は共にイーブンの72で初日を終えた。畑岡はパー3の14番でダブルボギーを叩いたが、バーディーは4つを取ってまずまずの滑り出し。気持ちのコントロールがうまくできていた。ショットは悪くない、と振り返った。上原は序盤に2つのボギーを叩いた。その後は粘り、後半の1番から3連続バーディーを奪って巻き返した。それでも、調子はまあまあ。なんでもないところから3パットをしてしまったので、と反省した。